ただいまから2018年度神奈川大学卒業式並びに神奈川大学大学院の学位授与式を行います。はじめにご列席の皆様をご紹介いたします。皆さんから向かって右側の席より法人役員の皆様をご紹介いたします。学校法人神奈川大学理事長牧内良平、常務理事小林隆義、同じく常務理事日野明也、次にご来賓の皆様をご紹介いたします。一般社団法人神奈川大学給料会会長大場健二様、神奈川大学後援会会長西脇浩二様、神奈川大学フロンティアクラブ会長村田達也様、神奈川大学附属中高等学校校長菊池久志様、続きまして左側の席に移り、学長並びに副学長学部長の先生方をご紹介いたします。神奈川大学学長金子義雄、副学長後藤真、副学長三浦大輔、副学長横澤勉、経営学部長大橋聡、人間科学部長瀬戸正弘、理学部長山口和夫、工学部長尹本屋、次に大学院の研究会員長をご紹介いたします。経営学研究科委員長丹野勲、人間科学研究科委員長杉山隆、理学研究科委員長井上和人、工学研究科委員長原村義彦、以上でご列席の皆様のご紹介を終わります。卒業証書並びに学域授与を行います。2018年度学部を卒業し学士の学位を授与される者3636名、大学院博士前期課程を修了し修士の学位を授与される者157名、専門職大学院専門職学位課程を修了し
法務博士の学位を授与される者2名、大学院博士後期課程を修了し博士の学位を授与される者12名。以上、2018年度卒業生並びに修了者総数3807名です。これより学部並びに大学院の代表者が卒業証書並びに学位記を授与いたします。拍手を持ってお迎えください。経営学部国際経営学科を卒業し学士の学位を授与される者460名。右総代木崎理子さん、人間科学部人間科学科を卒業し学士の学位を授与される者282名。右総代樋口恵子さん、理学部数理物理学科を卒業し学士の学位を授与される者67名。同じく情報科学科を卒業し学士の学位を授与される者76名。同じく科学科を卒業し学士の学位を授与される者72名。同じく生物科学科を卒業し学士の学位を授与される者85名。右総代本橋渉さん、工学部機械工学科を卒業し学士の学位を授与される者132名。同じく電子情報フロンティア学科を卒業し学士の学位を授与される者1名。同じく電気電子情報工学科を卒業し学士の学位を授与される者178名。同じく物質生命科学科を卒業し学士の学位を授与される者157名。同じく情報システム創生学科を卒業し学士の学位を授与される者99名。同じく経営工学科を卒業し学士の学位を授与される者91名。同じく建築学科を卒業し学士の学位を授与される者116名。右総代内田祐介さん、はじめに大橋聡経営学部長が授与いたします。卒業証書学位記木崎理子、本学経営学部国際経営学科所定の課程を修めて本学を卒業したことを認め学士国際経営学の学位を授与する。2019年3月31日神奈川大学経営学部長大橋聡、神奈川大学長金子義雄。おめでとうございます。
続きまして瀬戸正弘人間科学部長が授与いたします。卒業証書学域樋口恵子本学人間科学部人間科学科所定の課程を修めて本学を卒業したことを認め学士人間科学の学位を授与する。2019年3月31日神奈川大学人間科学部長瀬戸正弘神奈川大学長金子義雄。おめでとうございます。続きまして山口和夫理学部長が授与いたします。卒業証書学域本橋渉本学理学部情報科学科所定の課程を修めて本学を卒業したことを認め学士理学の学位を授与する。2019年3月31日神奈川大学理学部長山口和夫神奈川大学長金子義雄。どうもおめでとうございます。続きまして院本屋工学部長が授与いたします。卒業証書学域内田祐介本学工学部電気電子情報工学科所定の課程を修めて本学を卒業したことを認め博士工学の学位を授与する。2019年3月31日神奈川大学工学部長院本屋神奈川大学長金子義雄。おめでとうございます。続きまして大学院の学域授与を行います。はじめに博士前期課程の学域授与を行います。拍手をもってお迎えください。大学院経営学研究科国際経営専攻博士前期課程を修了し修士の学位を授与される者5名民意総代李善さん。大学院人間科学研究科人間科学専攻博士前期課程を修了し修士の学位を授与される者7名民意総代和田智美さん。
大学院理学研究科理学専攻、博士前期課程を修了し修士の学位を授与される者30名、右総大沢野健一郎さん、大学院工学研究科機械工学専攻、博士前期課程を修了し修士の学位を授与される者14名、同じく電気電子情報工学専攻、博士前期課程を修了し修士の学位を授与される者23名、同じく応用科学専攻、博士前期課程を修了し修士の学位を授与される者24名、同じく経営工学専攻、博士前期課程を修了し修士の学位を授与される者9名、同じく建築学専攻、博士前期課程を修了し修士の学位を授与される者21名、右総大謝清龍さん、はじめに丹野勲経営学研究会委員長が授与いたします。学域李淳、音楽大学院経学研究科国際経営専攻の博士前期課程において所定の単位を習得し、学位論文の審査および最終試験に合格したことを認める。神奈川大学大学院経学研究科委員会委員長丹野勲、上記委員長の認定により修士経営学の学位を授ける。2019年3月31日神奈川大学長金子義雄、おめでとうございます。続きまして杉山隆人間科学研究会委員長が授与いたします。学域和田智美、本学大学院人間科学研究科人間科学専攻の博士前期課程において所定の単位を習得し、学位論文の審査および最終試験に合格したことを認める。神奈川大学大学院人間科学研究科委員会委員長杉山隆、上記委員長の認定により修士人間科学の学位を授ける。神奈川大学長金子義雄、おめでとう。続きまして井上和人理学研究会委員長が授与いたします。学域沢野圭一郎、本学大学院理学研究科理学専攻科学領域の博士前期課程において所定の単位を習得し、学位論文の審査及び最終試験に合格したことを認める。神奈川大学大学院理学研究科委員会委員長井上和人、上記委員長の認定により修士理学の学位を授ける。2019年3月31日神奈川大学長金子義雄、おめでとうございます。
続きまして原村義彦工学研究会委員長が授与いたします。学域社青龍本学大学院工学研究科電気電子情報工学専攻の博士前期課程において所定の単位を習得し学位論文の審査及び最終試験に合格したことを認める。神奈川大学大学院工学研究科委員会委員長原村義彦。上記委員長の認定により修士工学の学位を授ける。2019年3月31日神奈川大学長金子義雄おめでとう。続きまして博士後期課程の学域授与を行います。拍手をもってお迎えください。大学院理学研究科化学専攻博士後期課程を修了し博士の学位を授与される者1名桜井正義さん。同じく理学専攻博士後期課程を修了し博士の学位を授与される者2名八千田豪介さん。原田隆さん。大学院工学研究科応用化学専攻博士後期課程を修了し博士の学位を授与される者1名西浦俊樹さん。同じく建築学専攻博士後期課程を修了し博士の学位を授与される者3名菅明智さん。林志紀さん。馬鶴さん。金子義雄学長が授与いたします。理学研究科工学研究科委員長はご起立ください。学域桜井正義本学大学院理学研究科化学専攻の博士課程において所定の単位を習得し学位論文の審査及び最終試験に合格したことを認める。
神奈川大学大学院理学研究会委員会委員長井上和人、上記委員長の認定により博士理学の学位を授ける。2019年3月31日神奈川大学長金子義雄。おめでとう。学域八田豪介、本学大学院理学研究科理学専攻物理学領域の博士課程において所定の単位を習得し、学位論文の審査及び最終試験に合格したことを認める。神奈川大学大学院理学研究会委員会委員長井上和人、上記委員長の認定により博士理学の学位を授ける。2019年3月31日神奈川大学長金子義雄。おめでとう。学域原田隆以下同文です。おめでとう。学域西浦俊樹、本学大学院工学研究科応用化学専攻の博士課程において所定の単位を習得し、学位論文の審査及び最終試験に合格したことを認める。神奈川大学大学院工学研究科委員会委員長原村義彦、上記委員長の認定により博士工学の学位を授ける。2019年3月31日神奈川大学長金子義雄。おめでとう。学域菅春智、本学大学院工学研究科建築学専攻の博士課程において所定の単位を習得し、学位論文の審査及び最終試験に合格したことを認める。神奈川大学大学院工学研究科委員会委員長原村義彦、上記委員長の認定により博士工学の学位を授ける。2019年3月31日神奈川大学長金子義雄。おめでとう。学域林式以下同文です。おめでとう。学域ま、かく以下同文です。おめでとう。
以上で卒業証書並びに学域授与を終わります。続きまして学生表彰を行います。はじめに学業成績優秀者をご紹介いたします。受賞者の皆様おめでとうございます。会場の皆様盛大な拍手をお願いいたします。続きまして2018年度の学術、芸術、社会活動および課外活動部門において顕著な活躍をした学生の表彰を行います。はじめに学術、芸術、社会活動部門優秀賞として表彰されますのは工学研究科応用科学専攻博士前期課程犬飼翔馬さんです。拍手を持ってお迎えください。犬飼さんは GACE東京カンファレンスオンアドバンストキャタリティックサイエンスエンドテクノロジーにおいて結晶構造変換反応を用い元素位置が制御された触媒を合成しプロパンのアンモ酸化反応に応用したところ既存の触媒よりも高い目的性生物収率を得たことに関する研究発表を行い東キャット8ポスタープライズを受賞されました。また第121回触媒討論会においても学生ポスター発表賞を受賞されました。金子学長から記念のトロフィーが授与されます。優秀賞学術芸術社会活動部門工学研究科応用科学専攻博士前期課程犬飼翔馬殿2019年3月19日神奈川大学長金子義夫おめでとう。改めまして盛大な拍手をお願いいたします。続きまして課外活動部門団体優秀賞として表彰されますのは水泳部です。拍手を持ってお迎えください。水泳部を代表いたしますのは人間科学部人間科学科白川ありささんです。水泳部は第94回日本学生選手権水泳競技大会において7年連続のシード権を獲得するとともに総部史上最高得点で女子総合準優勝という功績を残しました。また代表で表彰される白川さん自身も第94回日本選手権水泳競技大会800メートル自由形において8位の成績を収め課外活動部門個人の部優秀賞に選ばれました。金子学長から記念のトロフィーが授与されます。
優秀団体賞、課外活動部門水泳部殿、2019年3月19日神奈川大学長金子義雄、おめでとう。改めまして盛大な拍手をお願いいたします。以上をもちまして学生表彰を終了いたします。学長式辞、学長金子義雄。式辞、卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。皆さんは入学後勉学に励まれ、研鑽を積まれて、それぞれ学士、修士、博士の学位を取得されました。神奈川大学の教職員を代表して心からお祝いを申し上げます。また本日はご父母の皆様、関係者の皆様にも多数ご列席いただいております。今日まで長年にわたり守り育て支えてこられた御老苦に対して深い敬意とともに心よりの感謝を申し上げます。なお本日は本学にとって平成の御代の最後の卒業式となります。皆様と共にこの特別とな日となる卒業式をお祝いできますことを心から喜びたいと思います。本日皆さんは卒業されるわけですが、神奈川大学の卒業生はすでに22万人を超えており、この数字は数ある日本の4年制大学の中で十数位に位置づけられ、伝統を誇る総合大学だからこその卒業生数とされています。また本学の卒業生組織である給料会は全国に地区組織を持つほか、ロサンゼルス、上海、バンコクなどの海外主要都市でも組織化されております。卒業生は国内外で活躍されており、中には昭和40年に第二法系学部貿易学科をご卒業され、翌年の昭和41年にブラジルに渡り、以来ブラジルヤクルト商工株式会社の代表やブラジル商工会議所の会頭を長年にわたり務められるなど、生涯をかけて日博経済協力と友好親善にご尽力された定方正彦氏などもおられます。また東日本大震災に見舞われた際の福島県の知事として、県民の命と生活を守るためにまさに想像を絶する激務をこなされた佐藤雄平氏も本学経済学部経済学科を昭和45年にご卒業されました。諸君らは今後これらの諸先輩とともに本学卒業生の会である給料会の一員としてなお連なれることになります。世界に広がる給料会のネットワークを活用してください。
なお皆さんが本学に戻られたときに憩いの場所ともなる丘陵会館が今月中に六角橋キャンパスに竣工いたします。ベビールームなども併設してありますので、大学に戻られたときにはぜひご利用ください。またここ港未来の中央地区に高層ビル型の新キャンパスが2021年に開学する予定です。未来社会を先導する本学の動向にご期待ください。さて、皆さんが学ばれた神奈川大学とはいかなる学び屋であったのでしょうか。近年大学の評価は第三者機関による世界の基準に即して示されるようになっています。例えば昨年秋にイギリスの高等教育情報誌であるタイムズ・ハイヤー・エデュケーションが発表した THE 世界大学ランキングに、法学が世界の上位 5% 内の大学として改めて掲載されました。このことは法学が世界有数の大学の一つであることを意味しております。この高い評価の根底には、法学の研究力と教育力の高さがあります。大学の評価は世界の基準では入試の偏差値などではなく、社会に貢献できる研究力と教育力にあるのです。皆さんもこのことをよく理解するようにしてください。法学は創立者の米田義盛先生が、人は実業家や学者、官僚である前にまず人間であれと説いて以来、卓越した研究を推進するとともに学問による人づくりに努めてまいりました。皆さんは日々の学問、すなわち学び手問うことを通して、生涯の糧となる自ら考える力を培うとともに、それぞれの専門領域における未来社会を担う知見を深めてこられました。加えて本学では学則の第一条に明記してあるように、全学的に教養教育に力を入れてまいりました。液状化が進み混迷を極める不確実な資本主義社会に対する新しいビジョンは、教養ある想像力豊かな人間から生まれるものと思います。哲学、宗教、歴史、文学、芸術等を学ぶことで、自らの血肉にする知見は、専門的学問探求が陥りがちな狭い了見や行き詰まりを超越して、知識の体系化に結びつける力を持つものであり、国連が採択した SDGs が目指す安定した持続可能な社会システムや、人間中心の資本主義社会にたどり着くために必要な見識でもあります。また自らの専門的知識と能力をどう使うのか、だがために何のために使うのかを方向づけるのが、その人の教養といえます。例えば高い専門性を持つ弁護士の資格を得たときに、弁護士としての専門知識と能力を社会に貢献するために使うのか、そうでないのかは、その人の教養に依存します。さらに日本のように資源がない国に生きる私たちは、自由で柔軟な発想のもとに、本当に必要とされるものやサービスを生み出していかねばなりません。そのためにも、人間を幸福にする社会のビジョンをそれぞれが考えて、先進的なテクノロジーと融合させることが大切です。
かつてスティーブ・ジョブズは iPad のプレゼンテーションで、我々はテクノロジーとリベラルアーツの交差点に立とうとしたと説明したことがありました。皆さんは教養を深めることの大切さを卒業後もしっかりと心に留めてください。さらに皆さんが取得された学位にはこれを契機として学び続け、生涯を通して精進されることへの期待も含まれております。学問は人類の生存条件の辛さを軽くするためのものであり、ジョン・スチュアート・ミルもあらゆる学問は人類の幸福という公共性に開かれた学問として登場しているとしております。皆さんには人間の尊厳を大切にした人間中心の資本主義社会が実現することを想像イマジンしながら学び続けることを期待したいと思います。現行の資本主義のシステムは経済成長をもたらす魅力あふれる社会システムですが、資源の枯渇等の制約条件を考慮するとその恩恵をこのまま継続して享受することはできなくなるでしょう。またワシントンコンセンサスに基づく新自由主義的政策パッケージによるグローバリズムの席巻は各国経済の破壊と所得低下に伴う膨大な需要不足の中で想定を超える結果の不平等と新たな南北対立や社会の分断等をもたらしています。市場に内包するはずの見えざる手は未だ見えざるままであり、プロテスタントの禁欲の精神も忘れたかのように最富裕層のみがグローバル市場経済の果実を享受したようです。また生身の人間の労働に関わる深刻な課題も置き去りにされています。1960年代にマックス・フィリッシュが、我々は労働力を呼び寄せたがやってきたのは人間だったと記したいわば人間の尊厳に関わる基本的な問題が半世紀後の現在も解決の糸口さえ見出せないままです。その上、気候変動に起因する地球環境問題等が深刻化する中で、国境を越える人類の課題がより一層複雑な様相を呈しています。とはいえ、これらの深刻な課題に対して国際社会は気候変動に対応したパリ協定の採択をはじめ、国連の持続可能な開発目標 SDGs の採択、そして投資市場における ESG 評価の拡大など未来社会を見据えた動きも進んでおります。 ESG 評価は地球環境と人間の尊厳に配慮した取り組みを投資先の企業に求めるものです。皆さんが勤務する会社においても、脱炭素をはじめ取引先の人権への配慮を確認するなど、国際社会が求める標準的な責務がますます問われることになるでしょう。さらに近年の IoT、AI、ロボットを中心とした先端技術の急速な進展は、産業構造の転換のみならず、パラダイム転換を伴う資本主義社会の大きな変容をもたらすことが想定されています。皆さんが提供する労働に対しても、質的な転換とともに、新しい労働の価値を生み出すことが求められるなど、大変厳しい現実に直面することも覚悟しなければなりません。資本主義社会の未来は
実は誰にもわからない不確実で予測不可能なものです。とはいえ、今や世界標準とされる SDGs や ESG 評価などに真剣に向き合うとともに、人種、民族、宗教を超えて多様な価値観を理解し、寛容な心で人類が共生する持続可能な社会を創生する人材、すなわち新たな人間中心の資本主義社会を創生する人材は、人間の尊厳を大切にした自ら考える力を備えた教養あふれる神奈川大学の卒業生から生まれるものと信じます。最後になりますが、人を作る大学である神奈川大学で学んだことを誇りに、実社会においても学ぶ姿勢を忘れず、より良き社会の実現に皆さんなりに貢献されることを期待しています。そして皆さん一人一人が尊厳ある人間であること、未来を担う社会の財産でもあることをも自覚して、健康に心がけて皆さんの人生がより良いものになりますよう心より祈念して、私からの式辞といたします。平成31年3月19日、神奈川大学長金子義雄。ここで卒業生の皆さんをお祝いして、各方面から祝電を頂戴しておりますので、お名前のみではございますがご紹介させていただきます。神奈川県知事黒岩祐治様、横浜市長林文子様、平塚市長落合克弘様、このほか多数頂戴しておりますが、お時間の都合で割愛させていただきます。どうぞご了承ください。卒業生当時、卒業生代表人間科学部人間科学科樋口恵子さん、当時春が深まり始め、風に暖かさを感じる季節となりました。私たち卒業生一同は今日この日をもちまして神奈川大学を卒業します。この学生生活最後となる良き日に、お忙しい中ご列席くださいました諸先生方並びにご来賓の皆様に厚くお礼申し上げます。またこのように素晴らしい卒業式を挙げてくださいましたこと、そして先生方やご家族の皆様、並びにこの日まで私たちを支えてくださったすべての方に感謝申し上げます。今日という日を迎えられたことを心より嬉しく思います。早いもので私たちの4年間の大学生活は終わりを迎えました。期待と不安いっぱいの中始まった大学生活ですが、4月のオリエンテーションの時の緊張や初めて友達ができた時の嬉しさは今も昨日のことのように思い出せます。神奈川大学での4年間には本当にたくさんのかけがえのない出会いがありました。私事ではありますが、まず学びとして勉強することの楽しさを知ったのはこの大学で学び始めてからでした。
仲間と一緒に学び、支え、自分の意見を持つこと、また友人同士で教え合い、時に議論を交わし、学びを深めていく過程は、私にとっては初めての経験で、とても新鮮で何より楽しい時間でした。また、自身の将来の夢について本気で語り、その理想や考えを共有したり、議論するなど、互いを理解し合える仲間と出会えたことも、私にとって大きなものでした。そして何よりも、自身にとって財産となったのは、いつも困難と出会った時でした。特にゼミのグループ研究では、将来の夢もやりたいことも異なる仲間たちと同じ目的に向かって考え、準備し、確実に進めていくことの難しさや、自身の考えの偏りや弱さ、未熟な部分を身にしみて感じました。そんな時、ゼミの指導教員である瀬戸先生は、いつも一人でできることばかりではなく、これから先、もっとグループで取り組んでいかなければならないことが増えるとおっしゃっていました。今ならその言葉の真意が私にもわかります。自分が思う通りに進めることばかりではなく、むしろそうでないことの方が多い。大切なのはその場その場で自分がいかに人と接し、協力し合っていくか。そのためにまず純粋さを持って、より広い視野を持つため、一歩後ろに引いた位置から客観的に物事を捉えていくことが大切なのだと学びました。これから先、私たちが直面していく世界は相互像を超えて広がっていくことでしょう。そしてそこにはたくさんの出会いがあり、その中には多くの困難があると思います。そんな時、物事をどう捉え、考え、行動していくのか、新しいことと出会うたびに、これからも一生勉強であると思いますが、困難と出会った時こそ自分の弱さと向き合い、試行錯誤の中で私自身が生まれ変わるチャンスなのだと信じ、乗り越えていきたいと思います。神奈川大学での多くの出会いと学び、そして夢を語り、仲間と笑い合った時間は私の宝です。しかし、決して忘れてはならないのは、私が困難に出会った時、私は一人ではなかったことです。私が悩み苦しんだ時、いつも友人や先輩方、そして瀬戸先生をはじめ、先生方や家族のみんなが私を信じ、支えてくれました。そんなかけがえのない時間と、困難に立ち向かう勇気をくれた友人やゼミの仲間、瀬戸先生、そして先輩方、並びに先生方、加えていつも支えてくれた家族、皆様にこの場を借りて感謝を伝えたいと思います。本当にありがとうございました。そしてこれからもどうぞよろしくお願いします。また私と同じく今日この場にいる卒業生には、感謝の気持ちを伝えたい方々が多くいらっしゃると思います。卒業生を代表してこの場をお借りし、温かく指導してくださった神奈川大学の先生方や先輩方、卒業生一同を親身になって支えてくださった事務職員の方々、精神的、経済的に私たちを支え、育ててくださった父母の方々、並びにご多忙の中、ご臨席いただいたご来賓の皆様に、心よりお礼申し上げます。皆様、4年間私たちを温かく見守り、特に優しく、厳しく支えてくださり、本当にありがとうございました。大学生活でのこの日々を胸に、新たな一歩をしっかりと歩んでいきたいと思います。以上、お別れとお礼の言葉とさせていただきます。2019年3月19日、卒業生代表、人間科学部人間科学科、樋口恵子。
校歌斉唱。混声合唱団クールアンジェの皆さんが歌います。これをもちまして2018年度神奈川大学卒業式並びに神奈川大学大学院の学位授与式を終了いたします。